こんにちは、翔太です。今回なんですけど、新キャラの情報とですね、新キャラの情報がいくつかあるのと、告知情報の追加があるので見ていこうかなと思います。まずですね、百鬼教科のイベントですね、めっちゃめんどくさいですね。以上です。SNS で Discord と TwitterX ですね、SNS でシェアをすることによって、その数、人数かな、数でいいのかな、投稿数かによって、なんかみんなに配られる原稿の数が変わってくるみたいなので、暇というか、余裕ある方はですね、やっていただけるとありがたいかなと思います。私はごめんなさい、めんどくさいのでやりません。次にですね、ちょっとすっかり、最近思い出してたんですけど、いつモルドレッドですね、こちら2023年の3月に第3回の放置少女総選挙を行いました。第1回は学神で、第2回はアウグススだったと思うんですけど、第3回はですね、モルドレッド、当時ですね、大活躍していて、ほとんど全てのキャラクターが持っているようなキャラクターだったので、モルドレッド、見事優勝を果たして、アバター化するっていうところで、今ですね、アバターが作られているみたいです。これはかなり良さそうじゃないですか。私は結構いいんじゃないかなというふうに思っています。ちょっとすっきりする感じですかね。なんか痩せたような感じはしますけど、ちょっと楽しみですね。こちらに関してなんですけど、MR 製アバターにはならないはずです。これまでの感じだと、基本的には見た目が変わるアバターが、みんなに配られるっていう風な感じかなと思いますので、これはあくまで見た目が変わる本当のアバターっていうだけだと思うので、モルドレッドの強化が入るかって言われると、そういうわけではないかなと思います。今の流れだと、もう強化してくれてもいいんだけどなとは思いますけどね。いつのこといいよな、別に1位になったんだから強化してくれてもいいと思いますけどね。正直他普通のゲームだったら強化するような気はするんですけどね。で、次に、夏の祭りのイベントですね。これで不具合が起こってるみたいです。スゴロクですね。の、刺しつ、刺されつについて、マスを通過することでイベントが発生するよしの、誤表記があるみたいなので、誤表記となりますので、気をつけてください。お絵描きイベントの参加履歴において表示される作品が最終的な完成形にならないことがあるらしいです。ちょっと申し訳ないんですけど、私はですね、もう絵を描いてないので、絵を描かずにもう即終わらせているので、ちょっとあんまり確認はしたことないんですけどみたいなので、本気で絵を描かれてる方ですね、絶対いらっしゃると思うので、そういった方は頑張っていただきたいという気持ちもありつつですね、そういったこともあるみたいなので気をつけてください。こちらの問題に関しては本日中に修正されるみたいなので、もうされたのかな？さっきなんかアップデート入っていたんで、多分それじゃないかなというふうには思います。それではですね、ちょっともう2つあるんで見ていこうかと思います。次がですね、こちらの子ですね。ちょっと、胸元は外してるんで、顔だけなんで大丈夫かなと思うんですけど、こちらの子がですね、後ろにですね、指を携えて、来ておりまして、多分 MRC のキャラクターなんじゃないかなというふうに巷では言われております。もしですね、こちらのキャラクターが MRC なのであれば、弓章っていうところもあって、ちょっと旧爆とか、なんだったっけ、ちょっと名前忘れましたけど、ホタルと雷形か、雷形状態、雷形はでもな、名前的に縦身がずっちなような気はするんだけどなするんですけど、こちらのキャラクターもしかしたらその辺つくのかなと思います。旧爆なり、弓章、竹見和地に関しては見た目武将なんですよね。ちょっと弓章に見えてた部分もあるんですけど、どっちかっていうと武将の見た目してるんで、確実に弓将の見た目してるこちらのキャラクターは、弓将の MRC なんじゃないかなと思います。こちらはですね、なんか立ち絵のアンケートが今来ているみたいで、私はちょっと見ていないんですけど、その中に紛れ込んでいるキャラクターっていうところで、公式さんがなんかセルフでネタバレしてくれたみたいなので、別に出すのは問題ないのかなというふうには思っていますが、こちらのキャラクターが MRC になるのであれば、でもそうなると、まだ見ぬ白バフっていうのがつくのかもしれないですね。もしかしたら旧爆に関しても、旧爆あれ弱いと思うんで、ぶっちゃけ、あの辺は縦見和地について、このキャラクターは弓章の MR 性で、別の、
違うか、旧幕に関してだけ言うと弓将についてないとおかしいんで、まあ、立見一致が武将だと考えると、まあ、こちらのキャラクターは弓将として来る可能性が高いのかなと、弓将として来て旧幕持ちっていう可能性が高いのかなと思います。まあ、白バフについてはちょっと、ね、今来ているものはちょっと微妙な感じがするんで、また新しい白バフが追加されるのかもしれないですね。まあ、金曜日に養殖ちゃんの、マラバタは来るのかなと思いますので、なんとなく、まあ、その後に立見一致このキャラクターみたいな感じで来るのかなとなんとなく思ってます。次なんですけど、今回ですね、装備製造っていうところですね、こちら、まあ、無料更新分ですね、押すと、まあ、この UR じゃないわ、S 級装備ですねっていうのが切り替わっていくんですけど、ちょっと原宝は使いたくないな、ちょっと別のアカウントにしてきます。別のアカウントにしてきました。一回もやったことないからレベル10の弓がなんかすごい状態になってますけど、ここを押すとですね、 S 級の装備っていうのがどんどん切り替わっていって、どうしようかな、まあ、ちょっと原宝使うんですけど、あ、ちょっと毎回出るな、まあ、これ何回かに1回ですね、 7-8% ぐらいだったような気がするんですけど、 S 級装備を製造する場合はここのですね、鋳造地ですね、1500消費することで、確保することができるんですが、たまにですね無双神器出ます、出ない、まあ、無双神器が出るとですね、5000の消費で鋳造地5000使うと、まあ、そのアイテムが取れる、無双神器付きで取ることができるっていう風な、ガチャになっています。でですね、まあ、こちらなんですけど、なんか高速製造っていうのが追加されておりまして、なんかですね、まあ、ここにチェックを入れると、無料更新回数が出るまでは神器のみ製造可能っていうのが、まあ、チェックで入ると。でここの回数を増やすとですね、なんか変な動きしてんな、1500、3262、5000なんちゃらで10になると、あれ、さっきなんかすごいキーのいい感じになったような気がしたんだけど、まあいいや、なんでこれちょっと高いんだろう、実際の鋳造地と異なる場合がありますと。で、じゃあ製造開始をしてみますか。2、こうすると3万消費されるというふうに、なっておりまして、まあ、こちらのですね、まあ、製造を、まあ、まとめてできるようになったというふうな感じです。で無料更新回数ですね、最初2回やったと思うんですけど、課金とかされてる方は5回にまで増えてたりするかなと思うんですが、ここの部分ですね、無料更新回数がなくなるまでは神器のみ製造可能っていうのもできるので、なぜか1つ製造されてしまうっていうバグなのかどうかよくわかんないものがあるんですけど、まあ、無料の場合は神器が出るまで、その3回か4回か5回内の間で、神器が出たら神器もらえます。もらえなかったらなぜか1つだけ普通 S 級装備がもらえると。で、ここの製造回数ですね、例えば10とかにすると、製造消費ですね、まあ、これあれか、多分10回のうち1回ぐらいは5000、神器が出て5000使うから、なんかいい感じになんか割りかけたり割ったりしてこうなってんのかな。でこうすると出ないなちょっとなんかあんま出ないですけど、まあ、こちらをすることによってまとめて S 級装備なり神器のですね、装備製造を行うことができるっていう機能が追加されておりますので、まあ、基本使わないと思うのでスルーでいいと思うんですけど、原宝も使いますし、原宝減ってるよな、221386、221、あ、そうか、更新してないからか、失礼いたしました。まあ、原宝は使わないので、まあ、鋳造地ですね、めちゃめちゃ余ってる方は、まあ、一気にやるなら、まあ、便利な機能かなと思いますので、まあ、もしよければやってもらえたらなというふうに思います。まあ、今回はですね、まあ、モルドレッドの新しいアバターが来るっていうところと、まあ、弓将の MR 製なんか本命っぽいのが来そうっていうところ、まあ、旧幕持ちなのかなというふうに思います。が来そうという話でした。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。